相撲が大好きな皆さんこんにちは。記事の一部を引用してお伝えします。最後までご覧になった後皆様の気持ちやご意見感想などをコメントに寄せていただけたら嬉しいです。それでは早速参りましょう。大相撲の世界で、20世紀最後の怪物、と呼ばれた元大関、雅山、今、陸上競技の世界で頭角を表しています。双子山親方こと元大関、雅山の長男、 竹内雅俊さんが中学生ながら陸上戦500メートルで全国大会出場を果たしたのです。しかし、この快挙の裏には、家族の深い絆と乗り越えてきた数々の試練が隠されています。相撲界の名門から誕生した新たなアスリートの物語、そして何よりも強い家族愛に彩られた感動のドラマとも言えます。東京都葛飾区立新宿中学校3年生の竹内雅俊さんは、 7月7日に行われた東京都中学校総合体育大会1500メートル決勝で4分8秒20という驚異的なタイムを叩き出しました。これは全日本中学校陸上競技選手権通称全中の参加標準記録を0.3秒上回る高記録です。父である双子山親方はこの快挙を聞いて息子ながら素晴らしいと思う褒めてあげたいです。しかし、ここに至るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。 竹内さんは小学生の頃、父の影響で相撲の稽古にも励んでいました。しかし、中学生になり、中長距離走の才能と魅力に目覚めます。そして、走ることに情熱を傾け始めたのです。昨年秋まで順調に成績を伸ばしていた竹内さんでしたが、その後、不調の時期を迎えます。成長痛やフォームの崩れ、さらには怪我による34ヶ月の休養を余儀なくされたのです。この苦しい時期を乗り越えられたのは、 家族の支えがあったからこそでした。双子山親方は一、焦げることは良くないよと息子を励まし、竹内さんは今、走れていることに感謝しなさいという父の言葉を胸に刻みました。猛暑の中、竹内さんは持ち前の土俵際の強さを発揮し、見事に全国大会の切符を掴んだのです。この快挙は、 相撲の血を引く少年が、陸上の世界で新たな歴史を刻む瞬間となりました。竹内正俊さんの父、双子山親方こと元大関、宮城山は、相撲界で20世紀最後の怪物、と呼ばれた伝説の力士です。1999年3月、前頭7枚目で新入幕を果たして以来、長きにわたって前頭2桁枚数の経験がないという驚異的な安定感を見せました。しかし、 その相撲人生は栄光だけではありませんでした。右肩のコブが印象的だった宮城山ですが、このコブは大学1年の頃からできたもので、激しい痛みを伴うものでした。それでも練習を休まず続けた結果、やがて塊のような形になったのです。大関昇進後、肩の調子が悪化し、MRI 検査で腱板が切れかけていることが判明、すぐに手術をしなければ、姿勢かつても肩が上がらなくなってしまう、と警告されましたが、 宮城山は相撲を続ける決意を固めました。2007年6月、政山に大きな試練が訪れます。母親が脳内出血で他界したのです。その5日前から毎日病院に通い、声をかけ続けていた宮城山、母の死去の知らせが入ったのは、皮肉にも海外巡業の出発日でした。憔悴しきった表情で成田空港に現れた宮城山は、仕事を休むこと、母は一番嫌がっていましたからと語り、 予定通り出発しました。この言葉には、相撲にかける思いと、母への深い愛情が込められていました。そんな雅山が、新たな人生のショーを開いたのは2008年、7歳年下の女性と結婚し、翌年には母への思いを込めて、母の3回期にあたる日に結婚披露宴を行いました。彼女は証券会社に就職が内定していたけど、入社先が自分になった、と、 マスコミの前で照れくさそうに語る宮城山の姿に新たな人生への期待と喜びが溢れていました。2013年、宮城山こと双子山親方の家族に大きな悲しみが訪れます。次男がわずか1歳11ヶ月でこの世を去ったのです。幼い命の突然の喪失、その悲しみは言葉では表現できないほど深く家族全員の心に大きな傷を残しました。しかし、この深い悲しみの中で 家族の絆はより一層強くなっていきました。双子山親方は愛する息子への思いを胸に大きな決断をします。同年9月から年寄り名の下の名を次男の名手ある宮火高に変更したのです。これは亡き息子への愛と追悼の気持ちを自らの名前に刻み込む行為でした。相撲の世界では四個名は力士のアイデンティティそのものです。その名を変えるということは単なる表面的な変更はなく 生き方そのものを変えるという決意の現れてもあります。双子山親方のこの決断は、家族への深い愛情と、亡き息子への変わらぬ思いを象徴するものでした。そして、この悲しみを乗り越えていく過程で、家族の結束はより強固なものとなっていったのです。長男の武智正敏さんにとっても、弟の死は大きな衝撃だったに違いありません。そして亡き弟への思いを胸に、彼は陸上競技に打ち込んでいきました。 家族で支え合い、悲しみを乗り越えてきた日々。それは、竹内さんの心の中に、何者にも負けない強さを育んでいったのかもしれません。今回の全国大会出場という快挙にも繋がったのではないでしょうか。一見すると全く異なる競技に思えるかもしれません。しかし、双子山親方と竹内正敏さん親子の姿を見ていると、両者を貫く共通の精神があることに気づかされます。雅山時代の双子山親方は、 怖い人のイメージを徹底的に植え付けることで、若手力士に対して精神的優位に立っていました。しかし、それは単なる威圧手はありまん。後輩力士が相撲のことで質問をしてきた時には、きちんと答えるようにしていたと言います。これは、厳しさの中にも後進を育てる優しさがあったことを示しています。一方、竹内さんは、陸上競技の世界で懸命に努力を重ねています。成長通やフォームの崩れ、 怪我による長期離脱など、様々な困難に直面しながらも、諦めることなく前に進み続けています。この諦めない心、と、挑戦する勇気、は、まさに父から息子へと受け継がれた精神と言えるでしょう。双子山親方は、自身の相撲人生で培った強さを、言葉や態度で息子に伝えているのです。また、両者に共通しているのは、独特のこだわりや努力の姿勢です。 勝ち名乗りを受ける際に必ず尊敬した後に右手で右膝を叩くなと、独自のルーティーンを持っていました。また、大関復帰をかけた際には、出かけにブラックコーヒーを飲む、午後8時には布団に横になるなど、細かな幻滑次も言っていました。竹内さんも、父に負けず劣らずの努力家です。全国大会出場を勝ち取った都大会では、連日のレースと国書のため、半分以上の選手が予選よりダイムを落とす中、 約6秒もタイムを縮める激走を見せました。これは、日々の努力の積み重ねがあってこそなしえた証だと言えるでしょう。家族の試練を乗り越えたからこそ得られた強さ。それが、竹内さんの競技力向上につながっているのは間違いありません。相撲と陸上、二つの世界を結ぶ親子の絆。そこには、困難を乗り越え、常に前を向いて進む強い精神が息づいているのです。 双子山親方として新たな人生のステージに立ちました。引退相撲手は、8000人の監修が見守る中、取り組みの相手に自身の長男を選び、押し出して破れるという粋な演出を見せました。その後の断髪式では、これからは強い日本人力士を育てたい、と、さっぱりした頭を撫でながら抱負を語りました。2018年には、 6人のうち弟子を連れて双子山部屋を分家独立、偉大な名前を引き継ぐことができた自分も強いイメージを残せる部屋を目指したい、と、その意気込みを語りました。現在では、狼雅美が生きよし、生ため達也を関取に育てるなと、一方、竹内正俊さんは、陸上競技の世界で新たな挑戦を続けています。全国大会出場という大きな目標を達成した今、さらなる高みを目指して日々の努力を重ねています。 双子山親方は、息子の挑戦を全力で支えています。監督、コーチが良い状態で大会に送り出してくれました。と、息子を指導する陸上の先生方への感謝の言葉を忘れません。これは、相撲部屋の親方としての経験が、息子のサポートにも活かされていることを示しています。家族全員で新たな未来へ歩み出す決意。その背中には、常に泣き次男への思いが込められています。悲しみを乗り越え、 さらに強くなった家族の絆。それが、双子山親方と竹内さんの新たな挑戦を支える大きな力となっているのです。相撲界の名門から生まれた新たなアスリート、竹内正俊さん。その挑戦の奇跡は、多くの人々に勇気と感動を与えています。全国大会での活躍が期待される竹内さん。ではこのニュースについて国民の声を聞いていきましょう。巨田さんの笑顔いいですね。エクボが可愛い。優しいですよね。 巨田さん応援してますからね。頑張ってください。大好きな巨田さんを取り上げていただきありがとうございます。嬉しいです。巨田さんの寡黙なところと優しそうなところが好きです。応援していますので、怪我に気をつけて頑張ってください。多くを語らずも存在感がある力士さんの一人、怪我をした時も周りの仲間から手助けされてたり、誕生日プレゼントを送り合ったり、双子山部屋の力士さんはみんな優しくて大好きです。巨田先生はさりげない優しさがあり、人望のある方です。 見ていて癒される一ファンです。それにしても出だしの信長の野望の本願事件にばりの AI 僧侶は笑いました。巨田さん。本当に好感が持てて。エクボも可愛い。そうなんですかずっと巨田先生って言ってるので気になり。動画で質問してみたら早速のご返事。ありがとうございます。私だけではないかもですがわらわら。巨田さん。頑張ってくださいね。87歳バあば。巨田先生の呼び名は。 相馬トランジスタ発信だと思ってました。巨田先生頑張れ。陰ながら応援してます。YouTube チャンネルではもっと喋ってください。おとなしいから、からかわれてるだけ。小滝山さんの、相馬くんと当たりたくないって、兄としての立場とかもあるんだろうけど、兄弟なのに戦いたくないとか、怪我させたくないとかそういうのもあるんだろうなって勝手に想像しちゃってます。優しいお兄ちゃんだからな。二人とも思う通り強くなれますように。 狼みやびのゆっくり丁寧な食べ方がたまらん。小滝山と相馬には令和の若鷹になってほしい。兄弟仲はめっちゃいいままで、離れて住む息子がこんなしっかり手際よく料理してたら、もう私だったら泣いてるわ。エンバ原さんと厚島ささん両つ仲間って吹きそうになってしまいました。狼みやび席を押し出せる巨田先生さすがです。 稽古の時と喋ってる時のギャップやばい温かい状態でみんなに食べてもらいたいっていうエンバラさんの優しさ素敵ですねこのチャンネルを見始めた時は稽古のシーン飛ばしてご飯作って食べるとこだけ見てたんだけど力士たちの人となりを見るようになって稽古のシーンも楽しく見るようになり相撲に興味を持つようになったゆ、t u t u b e を通じて相撲に興味を持ってもらおうというこのチャンネルの狙い通りだよね 小滝山さんの相馬さんに対しての兄としてのプライドと兄としての優しさが垣間見えました。初期の頃は30分超えの長尺だと分けて欲しいななんて思ってましたが、最近は30分超えてないと満足できない身体になってしまいました。何度見ても飽きない試験続けられる最強のチャンネルですね。狼みみやびさん。何しててもかっこいい。関取はここに見えます。お身体いかがでしょうか生ためさん。 安定して強さを感じます。関取になられる日を楽しみにしてます。要は、巨田さん。関取に勝っちゃいましたね。おめでとうございます。エンバラ君のちゃんこ版久しぶりに拝見しました。相変わらず、巨田君とのやりとりはマジ面白い。